キチャンネル。じゃん、こんにちは。さあドラフト通信簿、はい、今日は巨人です。はい、はい、まさかの4位っていうね、うん、そうですね、 B クラスで、うん、でも、うん、重複で浅野くんをゲット、はい、ねえ、原さんね、右手で上のやつをどけて、はい、下のやつを取ったら当たりだったって、はい、あのまま上取ってたら外れです。岡田さんも今まではずっと左手で引いてたのを、うん、右の肩良くなったからって言って、うん、右で引いたんですけど、もう残っている句じゃなかったというね。いや、岡田さんだどっちで引いても意味ないよね。だってもう1枚しかないんだから。そうなんです、自分の力じゃないやんね、はい、俺だったらもう両手取るよ、こうやってこうやっていないです、今までね、そういう人両手いないよ。だから右とか左とか言われるからもう拝み取りっちって、はい、あとは、はい、シャカ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 シャって出てきたやつ、はい、でもあれもう最初に引く人によるじゃないですか、うんうん、引か引くか引かないかなので、うんうん、なんかこうどっちがいいですか、こっちがいいですみたいなのを、うん、どっちがいい、はいってやって、うん、でかぶったらじゃんけんとかにした方がめんどくさいやろそんな。もうそうですよ、あれでいいじゃん、もし2人だったら3枚入れといて、はい、外れ2枚当たり1枚 で、はい、で両方外れ外れになった場合は、はい、もう両どのチームも1巡目4巡目なしみたいな。いや、面白くない？かわいそうですよね。で浅野くんが2巡目に回る。でそしたらウェーバーで取られちゃうじゃないですか。そうだよ、ウェーバーの一番最初の人が取れますよ。だからこの外れ重複すると外れが1個多いから、はい、そうですね、うんうん、だから外れ外れになってたら、はい、取れませんって流れかわいそう、1位で行くはずだったのにみたいなはい、まあね、原さんが引き合ったと、うん、はい、その中でね、1位、浅野くんね、はい、高松商業からドラフト1位で、2位が、萩尾正也外野手、慶応大学、はい、で3位、田中千春投手、工学院大学、うん、で4位が、門脇誠内野手、創価大学で、5位が、船場様珍しい名前、はい、性能運輸、26歳、こちら投手っていうね、はい、でまあ、育成は、松井、田村、吉村、中田、相澤、三塚、大城、北村、森本、ピッチャー、内野、ガヤ、ピッチャー、もうバランスよく育成は取ってます。はいはい、その中で、うん、あれ明星大学、松井。おっ、チャンスよ。試合がちゃうかって。そうですね、なんかコメントなんだよな、ね、僕、育成って言った時に、うん、絶対試合が取れるんで、うん、育成なんかお前なんか甘いんちゃうみたいなの書かれたんですよ。うん、ほら見てみと、育成じゃないですかって言いたいですね。でもちょっと楽しみだね、はい、そうなんですよ、うん、本当に、うん、どんなピッチャーになるかね、はい、でその中で、まあ、ちょっとね、うん、ジャイアンツはちょっと外野おっさん多すぎてね、ちょっと高年齢化してきてるんでね、はい、でそういったんで若手がねちょっと伸び悩みっていうね、ところもあるから、はい、まあその中でね浅野くん、うん、まあ、未来のね、うん、スーパースターになれるかどうかっていうね。あと、まあびっくりしたのが、はい、1位2位外野っていう。あ、そうですね、そんな外野いるっていう。高卒大卒で取ってますね、うん、で俺は先発取った方がいいって言いながらも、はい、ピッチャーなんてもういっぱいいるからいらんよって、うん、ジャイアンツのなんかコメント欄でめっちゃ言われてたんだけど、はい、いやでもさっさきチャンネルがやったアンケートでは、はい、先発投手一番欲しいっていうアンケートが一番多かったけど、そうでしたね、お前らお前ジャイアンツマンちゃうやろっていう文句言ってるやつらあ、コメント欄でいらないって言ってる人たちは違うファンの人たちが言ってるんですかね。わかんないけど、うん、だってアンケートでしょ、はい、アンケートで先発ピッチャーが一番欲しいっていう、はい、そのジャイアンツファンだけのよ、はい、アンケートの中でなってんのによ、はい、で俺との意見が合致したわけよ、はい、なのに里崎の考えおかしいってどういうことっていう、うん、民意と、はい、俺の意見が一緒なのによ、はい、考えおかしいって、うん、もう何欲やねんっていう本当ですね、何欲の発言、ね、民意と同じ意見しておかしいって、はい、うん、どういうことみたいな、ね、そうですね、まあでもその中にはね、うん、多分ピッチャーね、うん、まあ、戸郷が23歳だし、はい、直江も23歳で赤星、が24歳、うん、で平内、山崎より堀田、うん、投手とかね、この若い年代が多いっていうところでね、はい、まあそんな若手のピッチャーいっぱいいるんやからいらんやろって言ってると思うんだけどね、うん、でももう今もうその火の車じゃん、はい、リリーフも含めてね、うん、でジャイアンツがやっぱり投手陣がやっぱり上に行かないってところは、うん、やっぱ30前後の絶対的主力がいないんだよ、はい、
ピッチャーで、うん、特に先発、はい、だからこの中抜けしてるからやっぱ苦しくなるんだよね、はい、この30前後にバシッといて若手ベテランね、この34歳の菅野とかね、うん、っていうところがハマってくれば強いんだけど、はい、やっぱ年齢分布的にはやっぱ30前後のエース格がいないところがね、うん、投手陣の弱さを物語ってるけども、はい、その中でね、萩尾選手が2位だからね。いやそうですね、もう2位はピッチャーかなと思いつつも、そうなの、2位も外野手なんですよね、うん、だからまあね、4年春のリーグ戦では本塁打王に輝いてね、うん、だから能力的にはピカイチかもわからないけども、はい、外野、はい、だからまあ丸がね、うん、あのもう34歳だからね、はい、まあ、そう考えてみたら、うん、まあいるかなと、うん、ここもね、野手もこの30前後で絶対的レギュラーがいないのよ、うん、もう27歳の岡本まで下がったらね、はい、30歳は松田大輝、若林、石川、重信っていうね、うん、ところだし、28歳で北村、吉川、松原っていうね、で32歳はもう外国人の大川、ボランコっていうところで、やっぱりこの野手もね、この30前後のバシッとはまるのがいないの、はい、その上はもう坂本35歳だからね、はい、中地41歳、中田翔34歳だからね、うん、やっぱ全体的に高年齢化来てるっていうところを考えるとね、はい、でも若手もね、このだからこのね、4位のね、うん、門脇、はい、創価大内野手、うん、これをね、取ってきたのはね、はい、あるメッセージが込められてた。どんなですか？中山、うん、みたいな、多分球団から、はい、俺じゃないよ、はい、やっぱ今年ね、坂本が怪我して、中山とかね、出たけども、やっぱショートもね、まあそれ中、坂本と一緒の働きはできないよ、そりゃそうですね。で、その、 あのトレードでね、広岡とかも取ってきてるけども、はい、みたいな、うん、多分巨人はそういうメッセージなの、はい、はだからもう大卒取るかみたいな、うん、で坂本が何かあった時に、うん、このショートのね、控えっていうかこの二遊間をね、厚、うん、くしたいっていうね、うん、ところもあるし、三遊間の深い頃ね、余裕だと強肩っていうところではね、うん、でこの坂本に続くショートに、うん、もう全然満足しなくて、はい、もっと危機感を覚えた方がいいね、うん、そう考えると今いる人たちはいる人たちで、まあ中山とかも20歳でね、うん、若いっていうところもあるけども、うん、まあ湯浅ね、松田陸ねっていうところもね、うん、含めて、はい、もう満足してないんだよ、原さんが、うん、だもう若いのって言おうとして、はい、門脇、ね、こういうメッセージ込められてて、うん、で外野はね、正直 FA 取った梶谷も働かなくて、はい、で結局まさか の、 あの人的保障を防ぐための育成ですか、うん、みたいなね、言われても仕方ないような処置で、みんながね、育成選手になって、はい、でも外野もいないで、うん、結局ね、でも私はこう1位2位で外野外野って言ったじゃないですか、うん、その時に一番最初に思ったのは、うん、あ、ってことはやっぱり FA でピッチャー取ってくるのかなっていうのをやっぱ一番最初に思いましたね、うん、そうだね、うん、だから西かなって30前後ですよ西ね、はい、だからいないところを埋め、もういないところを FA で埋めようぜみたいなねっていうのかなっていうのを、うん、この1位2位までいた時に思いました。そうな、うん、俺はもうあの人的保障をのだってあの育成選手にいっぱい変えてるのを見て、はいはい、あ、もう FA 取るんだと思って、あ、まあ、それは確信を確信持ちましたね、うん、はい、だからまあそこでね、うん、この外野手取っててね、はい、2人、うん、2人だからね、うん、まあウォーカーポランコ使うしね、うん、まあ、そこら辺ももうだからもう誰も物足りないんだろうね、はい、まあ、いないしね、うん、だからあとベテランに頼りすぎっていうところもあるしね、はい、まあ、そこら辺はどうなるのかっていうところと、うん、まあ、このね、船場様選手、はい、広正と投手、うん、だからリリーフかな、うん、下手したらね、そうですね、だって左投げだもんね、うん、あ、右投げ左打ち、右投げ左打ちか、はい、で、あ、サイドだからね、はい、ひょっとしたらリリーフでね、うん、来るかも、分かんないよね、そうですね、うん、で、田中選手ね、大、はい、学院かなっていうね、ところも下手したらここら辺 もうリリーフ入ってくるかもわかんないよね、もう全部、うん、そうですね、うん、大卒ですもんね、田中千春投手も、そう、うん、でも外野外野はちょっとびっくりしたね、はい、結構、うん、あー、そう来るかというねえ、うん、で俺なんて言ってたの、ジャイアンツ、あ、ジャイアンツは、あ、でもピッチャーが補強ポイントっていうのがもう一番でしたね、やっぱり、うん、で、青山いいって言ってたんだよね、アジアのね、先発も抑えもできるからして、ね、あ、そうですね、うんうん、青山投手とか橋本投手、うんうん、がいいかなっていうのは、でもまあそれは2位までにね、うん、外野外野だからね、まあ、なかなかそうですね、うんうん、先生はいいチェックポイントあるの、僕はこの育成の吉村君、うん、面白いんですよ、ユーゼフ君、はい、うん、メイド義塾で、うん、何が面白い、すごい変則なんですよ、左だけで、へえ。ここまでかってぐらい体ひねって投げるんですけど、うん、左のサイドハンドなんですけど、うん、この選手面白いんで、ちょっとね、育成で追っていきたいなと思って
そうなん、サウスポーなんだ、はい、じゃあ注目だね、大注目、うん、すごい変則的なフォームで出しちゃう、幻惑する左腕って書いてある、そうなんです、だからもしこのね田中選手とこの船場様投手、うん、この2人のピッチャーがもし来年のジャイアンツにめっちゃフィットしたら、うん、ドラフト優秀だね、まあそうですね、だから この2人にかかってるね、どうですか浅野選手は出てきますか、すぐはもう出てこない、やっぱりそれはすぐは出てこない、まあ、体力つけなきゃ、うん、そんなプロ甘くないから、あそうですね、うん、そもそも、はい、それはもう無理無理無理、まあ、今いる人たちがやっててそのまま成長を、そもそも2軍でもすぐそんな試合出れるかどうかわかんないよ、まあそっか、多いですからね、もう人がね、下手したら3軍とかになるかもわかんないし、ね、うん、まあ、そこら辺はまだ高校生だからね、うん、でも本当、うん、巨人はこの田中君とこの船場様君にかかってるね、うん、今年のドラフトが良かったかどうかっていう、ピッチャー、はい、ここが成功したら、まあ、サッツだけ分かってねえな、ここがいいのがあるから外野外野でいけてんだよみたいな、うん、浅いなって言われる可能性もあるから、はい、だから1年後俺が浅いのか、はい、ね、なるのか、はいそうですね、分かんないけどね、1位でピッチャーやってもよかったのにねってなるのか、そうそうそう、うん、あとはもうこの門脇選手はね、はい、お前ら全員物足りねえんだよみたいな、うん、っていうメッセージだからね、ちょっと尻に火がついたぐらい頑張んないとね、うん、全部持っていかれちゃいますよっていうね、はい、ところはあるのね、うん、だからちょっと1年後が楽しみだね、そうですね、はい、はい、どうなるでしょうか、はい